春風涼しいでございます。ということで、今日も一日編集、執筆作業をしておりましたので、えー、特に本当に何も撮ってないに近いかな。まあ、カメラはめでてはおりましたけれども、擦ってただけかな。ということなので、まあ、だらだらのお話にお付き合いいただけたらというふうに思います。で、 ええー、まあ、昨日は一太郎楽しいねって話をしていたんだけれども、まあ、今日は何の話をしようかな。うん、まあ、あのー、インド哲学っぽいことをちょっとまあ本にしようかと思って書いているんだけれども、いや、まあやっぱりなんだろうな、前回2018年に書くのをやめた理由がやっぱりよく分かってきて、やっぱり誰向けに何を書いていくかがちょっとはっきりしてない。 文章なんだね。それでまあ、およそ、まあ、3万字ぐらい。3万4千字ぐらい。だからまあ、薄なんていうの字の大きな本だと100ページぐらい。400字図名で言語詞で言うと100枚ぐらいの感じかな。まあ、薄い本ですよね。薄い本。なんだけれども、まあ、挿絵をしようかなとかいろんなことは考えてたんだけど、なかなか、うん。 で、今、まあ、新しく、まあ、なんか書こうと思うと、これはちょっと、時間がかかりますな。時間がかかるという意味は、えー、っと、もうあと倍ぐらい書かなくちゃいけないね。もう3万字ぐらい書くとちょうどいいぐらいかな。まあ、5万字超えると、一丁前の本だね。で、まあ、そのうちちょっと本の書き方、あのー、もうすでに書籍になって、すごいロングセラーになっている、まあ、実用本の書き方という本が、 はるかすずしさんブランドで出てるんですけども、まあ、その本の触りだけをちょっとご紹介しようかなというふうに今日は思います。で、誰でも本が書けますよっていうことで、えっ、ー、と、この、私のこの理論というか理屈というか、あの、アプリというか、まあ使っていただくとですね、あの、自動的に本が書けるよっていうことで、まあこれはもう、 あの、慶応大学の教授、まあ後輩だけど、あの、教授になったやつ、まあこれだったら学生すぐ本書けるっていうぐらい、まあびっくりしてたし、それから、あの、宇都宮で開業してる枝、枝先生という内科医の先生がいるんだけども、その先生がまあ、 いろんな、まあ、ベストセラー、200万部ぐらい売ってる本を何冊も出してんだけど、それはもう、春風涼し理論で書いてるから。でも、先生からも、あの、春風さんの本のおかげでもう、さらさら本が書けますという、まあ、お褒めの言葉を頂戴しているんだけれども、まあ、どんな書き方かっていうと、どんな本でも5章立てにしろよっていうね。ただまあ、本って大きく分けると2種類に分かれて、1つはカタログ的な本。 あの図鑑的な要するに情報が並列にいっぱいこう並んでますよっていうのね。だからこういうのは、ま、カタログ的な本なので、ま、これはネタ次第だから、フォーマットつって、あの何を書くかっていうのを決めて、あの部品を決めて全部同じ部品の並べ方で並列にずっと書いていく。まあ、図鑑をちょっと想像してもらうといいんだけど、名前があって、学名があって、写真があって、まあ、特徴があって、で、生態があって、 あの、んとかがあってみたいな、このぐらいを1ページのなんか書くよみたいなことを決めて、どんどん進めていけばいいっていう感じなので、まあ、あの、実務家で、えー、いろんなこう、ネタを持ってる方は、このカタログ型の本を書けばいいんじゃないかなというふうに思うんだけども、それにしたって売れる本、要するに1冊になるのに、どのぐらいの、あの、分量が必要なのって言ったときに、まあ、大体さっきもちょっとちらっと言ったけれども、 まあ、あのー、普通の新書版、どっかこの辺に、春風さんの本がどっか落ちてねえかな。春風さんの本どっかその辺にいっぱいあるんだけど、ちょっと出てこねえな。あのー、まあ、文庫サイズとか、あの新書サイズとか、A4 サイズとか、まあいろいろあるけれども、どの厚さに、あの本にしても厚さ使ってんだけども、背拍子の厚さが1センチぐらいないと、まあ、 あのー、お金出しにくいなってことにはなっちゃうね。店頭で言うとだよ。ただ今は電子書籍が流行ってくから、まあ厚さは全然関係なくなっちゃってね。だから薄い本だと1万字でも本になっちゃうかもしらんね。あのー、まあ、から2万5千字あれば、まあたい満足した感じがするような気がするよね。なので、まあ、本の量としては、春風さんはだいたいすごい直感的な言い方すると、 一万字百円という値付けだから二万字だったら二百円三万字だったら三百円みたいな感じの値付けを、キンドルの場合はしていると。で、まあもうちょっと高くてもいいかもしれないね。最近はもう、なんていうのかな、キンドルブームルみたいな、ちょっとバ、キンドルバブル、バブルみたいな、多少あったんだけど、あの、ようのなくなったので、あのー、まあ、 えー、安いから買おうっていうよりは、いい本なら本を出そうっていう人が多いのと、それから、アンリミテッドつって、まあ、あれ、サブスクリプションね、ので読んでくれる方がいて、まあ、実数で言うとだよ、春風か鈴さんの本はだいたい高い本で1000円ぐらい、キンドルとしては高い方がね、あの、まあ、キンドル書き下ろしの本としてはね、あの、一般書籍をキンドル化した場合は差があんまり出ないんだけども、あの、 だから、あの、書店で買うと、ま、1000円ぐらいの、1000円から2000円ぐらい二2000円ぐらいの値付けの本を、まあ、n d l e の場合は、春ルさんは、ま、1000円ぐらいで出すよ、という感覚でいるんだけども、あのー、そうすると、ま、10万字書くと1000円じゃないって、で、まあ、1000円ちょっと高く見えるから800円ぐらいそしうがみたいな感覚ですね、感覚あのー、という値付けが、ま、大体妥当かな、という気がして、 おりますで、えー、そっからもうちょっと Kindle の中身のこと言うと、印税率が70%。70%くれっから、いいよね。今、あの、出版社から本出すと、印税率が7%とか8%とか、もう気が狂った安さだよね、出版社はね。あの、昔は10%は当たり前だったからね。あの、良ければ12%出すとかっていうのもあった時代もあるんだけど、今8%だから、 8%パーって電子書籍の10分の1でしかなんないじゃん。だから、電子書籍は、店頭に売れてる本の10分の1で同じだけの印税が入ってくるっていうことなんだよね。なので、はるかじさんはほぼ紙の出版社の本っていうのはここ10年間でほぼ出してなくて、久しぶりに原稿者から、あのー、 録音ハンドブックっていうのをね、出した。これはもう業界のために出したって言った方が良くて、あの、あまりにまあ、あの、YouTube 含めて音がなかなかみんな、 難しいし、俺も修行時代に音は一番苦労しちゃったから、誰に聞いても答えが出ないんだよね。録音の話って。っていうのはね、全部が分業になっちゃってるからね。録音する人と声音する人と全部みんな別々なので、言うことみんな違うんだよ。なので、あの、非常に難しかったのを、まあ全部制作会社だから全部やることになって、まあいろいろやった結果を、まあ本にまとめてるので、まあこれはいい本として、ね、あの、業界の人も、 あのー、喜んでるし、それが YouTube やる人たちもみんな、ああ、なるほど、そうすればいいのね、と。まあ、ただ時代はデジタルになっていってっから、デジタル録音になっていくとまたちょっと、あの、話が変わってくるんで、その辺はまた、おいおいまとめようかなとは思ってますけれども、まあ、変な話、あの、録音ハンドブック出した、えー、直後ぐらいなんだけど、いろんな現場で、まあ、録音の、録音でこうね、 あの、行くじゃないですかと。若いディレクターとかカメラマンがですね、にですね、まあ、音にはさ、画角があるからさ、これ選ぶって言うとさ、いや、知ってますよ。いい本出て、それ読みましたとか言うんだよね。若いやつがね。おそれ、俺じゃないのっつって。で、俺の本だよ。つってみんな、ええー、とびっくりしちゃうみたいなことが、まあ、何箇所でもあったね。あの本に関してはね、もう出して2年になるわけだけども。まあまあ、そんなような、えー、っと、本の書き方で、 さっき言ったカタログに対して今回のまあ録音ハンドブックみたいなのは教科書型。これをやってこれをやれるからこうなりますっていう順序立てて書くというやり方なんだね。で、難易度としては順序立てて書く方が難しいです。構成っていうのが入るからね。な,なんだけど、そうなんだけど、実は実用本の書き方っていうのは 非常にスタンダードな書き方を、まあ、えー、出版歴30年。<laughs> 映像30年で出版30年で俺は何やだみたいな話だけども、まあ本はたくさん書いてるんで、あのー、本の書き方はもう、えー、テンプレート化しちゃってるんだよ。俺の場合はね。で、どういう風になっていくかっていうと、今書きたいものを5段階に分けるよっていうのを一つやります。例えばだから、あのー、まあ、本の書き方。 という本を書こうと思った時に、まず第一章っていうのは、まあ、何にも一回もなんて本を書こうとも思ってなかった。でも本書けんのかもね、ぐらいな感じな人に対する、あの、超入門編が第一章ですね。で、二章目が、あの、初級編。ある程度のもう、 え基本的なこと。要するに、幼児用語が分かんない人は一章で勉強してくださいと。幼児用,用語を一章で勉強した人が、第二章の初級編というのを読んでみましょうよ、ということになります。なので、えー、2章から実践が始まって、まあ、最初はこういうことをしてみなさいと。で、こん,でえー、こんなことまでできるようになりなさいよ、という最低限のことをやります。で、次の第三章は中級編。まあ、それもできて、ひとまずは、 最初からケツまでなんとなく書けたと。まあ、別に出版したという意味じゃなくてね。なんとなく、まあ、あのー、本を書くってことが分かりましたと。第2章を読んでね。で、中級編の方はより具体的に実践に入ります。あのー、もう実際にどういうことかっていうと、もう、あの、このぐらいの、えー、分量で書けとか、えー、っと、このぐらいの、えー、っと、なんとかでやれとかっていう、まあ、非常に、あの、具体的な話になってきます。で、第4章は、 プロ向けです。あの、上級者編。で上級者編の場合は、売るにはどうしたらいいんだとか、あの、例えば、Kindle で出発するにはどうしたらいいんだとかっていう、もう、書き終わって、次の段階の人向けの情報が第4章です。で、第5章は、おまけ。あの、付録ページとします。なので、自分の書きたいことを1から4ぐらいまで4つから5つに分けて考えるという。要するに、レベル別ですね。単純にね。 で,書きますで、じゃあ、その、だ、一つ一つの一章の中を、さらに、5段階に分けます。えー、要するに、超素人の、超素人編。で、もうちょっと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 って5段階。まあ、そんな5段階、段階で考えなくても、素人向けに、要するに何にも知らない人向けに、えー、っと、話題を5つ、別に、あの、順番に読まなくても分かるような、カタログ的でいいってことです。あのー、5つの話題を、 とりりあえず練で、そうすると、えっと、5段階を5段階に分けたでしょで、さらにその中の、えっと、5つのネタで書くよって言ったのをさらに5つに分けます。さらに5つに分けるっていうのは、もっと細かく、あの、1つのネタを5つの、あの、トピックスに分けます。そうするとね、3段階になるじゃないですか。そうすると、どういうことかっていうと、1章の中に、 5節あるわけですね。で、5節の中にそれぞれ5つのちっちゃな話題があります。で、そのちっちゃな話題ってどのくらいの分量かっていうと、ツイッター1本分150字、140が150字でいいんです。105、要するに、ツイッターでつぶやくのの5本で一つができるっていう考え方だね。で、そうすると、5、5章を作って5か5る五ってやるから、全部で、 ツイッターが125本集まるんです。で、ツイッターが125本集まって、えっ、ー、と、150文字書くと、だいたい2万5千字になっちゃう。そうさっき言った最低限の本の厚さ、2万5千字あると、だいたい、えー、80ページぐらいの本が書けるちゅう感じかな。という感じなので、 まあだから、本を一冊書けって言うとすげえ大変なんだけど、ツイッター125本書こうぜって言ったら別に、まあ、大したこっちゃないよね。で、で、そのツイッターの5、125の話題は5、5×5×5 の法則に分けて入れていけばいいってことなんで。で、まあ、口で言っても分かんねえから、これを実は、はるかさんは、エクセルのマクロにしてあって、あのー、そう、埋めていくと、ここに何書け、ここにかけ、何書け、ここに何書け,けっていうふうに、具体的に、 あのー、何をしたらいいかっていうのを、えへ、ー、へ、エクセルのマクロが教えてくれます。あのー、で、今ね、まあ単純に文字数の話だけしてんだけど、実はどうやって、あの、5つのテーマに分けるかっていうところが重要で、その 5×5、最後の5じゃなくて 5×5、25このトピックスを作るっていうことが物書きのセンスだったり、能力だったり、 っていうところになるんです。なので、で、そのな、出る順番のが構成ってことになるんだけど、その5かける5の、えー、トピックスを書けるようになると、こういうのを目次立てって言います。で、目次の中で書く5か5る5は何、何ページ分ずつ書くよっていうふうに、さっきの5かける5かけるの下の5のところまで作れるようになると、ページ数が書けるようになるんだよね。 要するに1ページあたり何文字っていうのは大体フォーマットっていうのは決まってっから出版界の中ではね。で、そうすると5る5る5をやった時に何ページぐらいでこの話題が書ける何ページぐらいでこの話題が書けるっていう風に構成ができるよね。で、どうしても人間の脳みそって好きなことはいっぱいかけるけど、ちょっと苦手なことはちょっとしか書けないんですね。一つの話題っていうか一つのテーマの中でね。で、そうすると、 あの、分量の隔たりがこうできちゃう。で、そういうのはタッっぴーな書き方っていう。あの、読みやすい本はだいたい同じ分量で、要するに初級編も中級編も上級編もみんな同じぐらいの分量でね、あの、まとまってると読みやすいし、えわ、ー、かりやすいんです。それが一個の章だけでかくなっちゃうと読みにくいしわかりにくくなっちゃう。ので、 あの、その辺の分量の割合が読めるようになるってことも重要で。実は雑誌とかね、本っていうのはそういうふうにページを先に作っていくんですよ。話題に、中身を書くことよりも、話題に応じてページの振り分けをすること、この大割りと言いますけども、大割りが作れるようになると、 きちっとした本が書ける。で、台割りが書けると、そのネタを出版社に持ち込めるってことです。で、出版社に持ち込んだ時に、その台割りができてた、この人プロで書けそうだねと、じゃあ、 話題も面白そうだから発注しようってことになって書籍が世の中出ますよってことになるんだけども。つまりね、あの、プロの物書きになるってことはこの大割りが書けるようになるってことで、中身の文章とか文体とか、どうでもいい。あの、ご自宅地が多いとかさ、どうでもいいんだ。あの、そういうのは後で考えるっていうかね、今機械で直していけるからどうでもいいんだ。それよりもこの構成が作れるかってことが重要で、でその構成を作るためのマクロを えー、作ったんだね。なので、それを、大学教授とかさ、プロのもの書き見したら、みんなびっくり。編集者もみんなびっくり。ええー、っつって、これで書いてるんですから、ね、ただそうすると、なんか、あの、一週間もあれば一冊書けるのよっていう、いう感じなのさ。一応、本のダメは3日で書けるっていう、なんか大風呂席広げちゃってるんだけど、まあ、書こうと思ったら3日で本は書けるんですよ。なんだけど、まあまあ、現実的にはそうは簡単にはいかないけどもね。という感じの、 あのー、ことだのさ、本を書くって。まあ、ちょっとね、映像をやる人にとってあんまり関係ない話題で、どうでもいいかなと思うんですけど、まあ、これを見て、ま、あ僕に年齢近い方、僕の先輩ね、年齢先輩の方もいっぱいよ、この動画を見てくださってるんで、特に50代以上の方、今までの人生を本にしましょうよ。さっきみたいに印税率70%です。で、 えっと、はるさん、まあ、昨日も言いましたけど、20冊書いてるうちの稼いでくれてるのは4、5冊。4分の1か5分の1ぐらいしか稼いでくれませんわ。プロの現実ですね。で、まあ、ああの、要は同じようなネタでもいいから、いっぱい書き直すっていうことも、あの、なんていうの、題名を変えて中身もちょっとテーマっていうか、か切り口変えて、さっきの構成を変えるってことなんですけど、構成を変えて出してみたりして、まあ、あ 当たるまで同じネタを粘るのもいいんじゃないかなと思いますね。で、俺の場合はストーリーの書き方っていう本が最初売れて、で、次に、えー、実用本の書き方っていう本が売れて、で、その後出したのあんま売れなかったんだな。うん、あの、最初の2冊がどーっと売れててくれて、それ以外に小説みたいなの出してない。小説なんか全然売れず。最初売れてたんだけど、なぜか、すげえ最初売れてたんだよ。んなぜか急に、 Kindle がですね、アダルトの中に入れやがって、別にアダルト要素なんか一個もないんだよ。なんか自動的になんかキーワードが引っかかったんだろうね。あの、振り分けられちゃってでアダルトに入っちゃうと宣伝されなくなっちゃうし、おすすめに出なくなっちゃうんだよ。なんで、急に売れなくなっちゃって、最初、月に10万円ぐらいその小説売れてたのに、なんかよ、そのガコーンってバンされたみたいな感じだけど、あの、アダルトに入れられちゃった瞬間に0円だからね。 びっくりしちゃうよね。そっから、あの、戻して、あの、一ヶ月いで戻してくれたんだけど、あの、もう俺散々文句言ったよね。あの、全然関係ないのに落とされて、あの、宣伝もしてくんねえのかよ、みたいな話で。で、結局、一回ぐらい宣伝してくれたかな。それでも一回落ちたものは戻りにくいね。あれは、ひどい話だったな。うん。まあ、そんなことが、初期の Kindle はいろいろあったよね。うん。まあ、逆に、今週のおすすめに入ると、 その週だけで何十万円も売れるんだよ。あの、なので、あの、トップにだ出る本を書けるようになるとってか、まあ、もう、なんていうのかな、その時の話題次第だし、瞬間風速次第みたいな感じで、まあ、何が取り上げられるかよくわかんないんだけども、あの、取り上げられると、で、さっきの、えー、ストーリーの書き方と実用本の書き方っていうのの、この二つはどっちもおすすめに上がったんで、 まあ、10年前には、どっちも何十万円も、年間100万円以上、あのー、両方とも、儲けてくれてたんだけどね。あのー、まあ、そんな感じで、やっぱ、りまあ宣伝しない限り売れないんで、原口さんの場合は、ツイッターで自動宣伝、ボットでずっと宣伝してるから、月に1000円の、 広告費で2万円儲かるみたいな。<laughs> そんな商売してんだけど、ちょっとやる気が失せちゃってたからあんまり Kindle 書いてないんだけど、まあ、ちょっと、一太郎も新調したから、また本でも書こうかな、みたいな。ちゅ <laughs> うのはまあちょっと役所の仕事ももうじき3月で終わるから、3月以降のお仕事考えなきゃいけないからさ、あの、今んところ何も考えてないんで、あのー、仕事ゼロの可能性が非常に高いから、あと、 うん、ちょっと、まあ、キンドル本でも書いとくかな。まあ、あとは、これは、あのー、YouTube もそうだし、キンドルもそうだけど、出して、えー、売れて、月締めの翌翌月払いぐらいだから、まあ、出版して、まあ、書いてるとこからく、か、風とりめんどくさいんだけど、出版して、3ヶ月後ぐらいからしかお金が入ってこないから、3ヶ月前から動いてないと、難しいよね。 あのー、この辺がまあサラリーマンさんの仕事とはちょいと違うタイムラグがあるんで、うん。まあその辺はなかなか難しいやね。なので、まあ、ちょっと、あの、一般的な、まあちょっとこのストーリーの書き方と実用の書き方をもう一回ちょっとプラッシュアップして最新版にして、えー、出し直してまたちょっとランク上の方に しようかな。むしろもう、キンドルで本を出す庭本とかの方がいいかもしんないね。あのー、いう方が面白いかもしれない。というところかな。まあ、ちょっと YouTube 業界が、まあ、ちょっと下火になりつつあるよ、みたいな言い方もしてんだけど、まあ、先輩の、まあ、物書き先輩の、あの、戸田悟さんなんか全然別に、あの、下がってないよと。まあ、あの人はね、10万人以上の、 あの、登録者があって、あのー、ガガーンって、まあ昔から上手な人だから、ガンガンガーンってやってけど、俺は昔からオタクだから、あまり受けない本ばっかり書いてるんだけども、まあ受けない体質はまあしょうがないことにして、まあまあ、そんなこともあるけれども、まあやっぱり、ね、YouTube のツイッターと TikTok、あ、ツイッターじゃない、TikTok とインスタグラムの動画に若い人がずいぶん引っ張れちゃってから、全体的な、 あの、ユーザー数は減ったんだろうね。あの、要は人気取り的なものね。まあ、芸能界の中で、あの、この人気商売、二つの商売があるよっていうのは、早やさんのとこの社長、前社長ね、亡くなっちゃった社長に散々教えてもらったけども、あの、芸能界っていうか人気商売に2二つの商売の仕方があるよって言ってて、で、一つは客商売っていうんですね。もう一つは人気商売 あって客商売って何かって言うと昔で言ったらレコードとか CD を売りますとか今で言ったら、あのー、何ライブでグッズ売りますと要するに直接お客さんに物を売るという、あのー、商売の仕方ねがあるよっていうのが一つでもう一つは人気,者人気商売だから CM でもけますよと知名度でもけますよっていうやり方があって。 でそうすると、まあ、YouTube の場合はやっぱりまあ、客商売ってよりは人気商売だから、あのー、知名度を上げることが重要なことになるね。うん。 なのでまあ、その辺は本、ね、n d l e はどうなのかな。ちょっと Kindle と、からオーディブルね、あのー、オーディオブック。オーディオブックの業界もちょっとうちはそれは、あのー、やりやすいから、から特に今、AI のナレーターが非常にいいから、AI ナレーターに読ませてしまって、あのー、n d l e 本出すのもいいかな。 トルじゃなくてオーディブル出すのもいいかなと思うんだけど、オーディブルの世界はちょっと俺よく分かってなくて、オーディブルっていう会社が独占してんのかな、あれ出版権をね、よく分かんなくて。で、オーディオブック JP ってとこがあって、そこで1個出してみたんだけど、やっぱりちょっとユーザー数が足んないから、俺みたいな知名度がないとなかなか、あの、年間300円とか <laughs>、ひどい話になっちゃってるんだけど、まあ、それはちょっと小説的な。 あの、オーディオブックなので、ちょっとそこはもともと、なん、なんていうの、人気の取りにくいところだから、もっと実用ビジネス書っぽいものの、えー、オーディオブック系をやった方がいいのかもしれないんだけど、ちょっとまあ、今年どうしようかねちょうどキンドル10年目だからね、あの、締めなんで、なんか考えたいかなと。 いうふうに思うし、まあまた4月以降ね、映画みたいなものとか、まあ映像ものの仕事がまたね、なんかできれば、まあいいんだけど、それが始まっちゃうとこういう、なんていうのかな、あの、不労所得的なものをやる時間がなくなっちゃうから、まあちょっと今のところちょっと、また Kindle と YouTube を頑張ってみようかなと、まあ YouTube が、まあちょっとゆっくりゆっくりだけどね、もうすぐ6000人 1>, これ1万人超えてきたらまた違うんだろうね。だからとにかく1万人目指して頑張りますよ。ということで、春風涼市の、えー、出版か YouTube か。ということで、春風涼市の出版か YouTube かのお話でございましたけれども、えー、うちの猫プリント T シャツ。これ、富士フイルムのプリント。いいよ、これ。いくら洗っても全然落ちないし、楽しいね。まあ、モノクロ写真だけど、カラーで。 印刷できるよ。まあ、そんな話を CP プラスでやってるんで、CP プラスもう好き、だね、あのー、楽しみにしてて欲しいな。ちょっと、春風さんの、あのー、バティスの、あのー、健康時なのブースのバティスの映像が、あのー、つワイさんが嫌だって言うんで、ちょっと作り直さなきゃいけないからじゃってめんどくせえな、なんか大変だけど。ということで、えへ、ー、へ、えー、だらだら喋っちゃいましたけれども、春風涼しでございました。